各巨星こそ館は、各足国の初代の王であり、姓を法、なお各巨星とする。三国式白木本義によれば、新館の今の京州一帯には古朝鮮の移民が山あいに住んでおり、洋山村、皇居村、陳子村、大気村、仮村、高谷村という6つの村を作っていた。この6つの村を、白木六部と呼ぶ。洋山の麓の伝台の林で、 馬がひざまずいていなないていることに気がついた、公共村の町のイケルバツ鳥がその場所に行くと、馬が消えて、後には大きい卵があった。その卵を割れると、中から男の子が出てきたので、村長たちはこれを育てた。十歳を過ぎる頃には、人となりが優れていたので、出生が神がかりでもあったために六村の町は彼を衰退して、王とした。 この時各巨生は十三歳であり、全冠の御法元年のことという。即位するとともに、こそ漢と名乗り、国語を、ジョナバツと言った。王となって五年、アエイの傍らに現れた竜の左脇から幼女が生まれた。ャ祖夫人がこれを真意に感じて、育て上げて、井戸の名にちなんで、アエイと名付けた。成長して、人徳を備え、養子も優れていたので、 核巨星は彼女を王妃に迎え入れた。阿英夫人は行いが正しく良くない女の子に勤めたので、人々は核巨星と阿英夫人と二星と称した。三国維持王歴、白木思祖核巨星上の伝える建国神話は、古史は三国式と同じであるが細部に違いが見られる。三国維持や三国維持によると、中国の王室の娘、斜祖夫人が、 夫がいないのに妊娠したので海を渡り、中国から新館にたどり着き、各居生こそ館とその日は英夫人を生んだ。三国維持巻き後、貫通第七条には、以下の記述がある。その死至る新館なり、生成子ため東国四君。二赤い、あえい二世の所持なり、故障経流経林や白馬等、継続西上なり、かつて使い、書店選手キら。 ひそめさく朝頃も、蔵祖の夫、国人元子この七神印、はじめ新官に来て、聖子を生み、東国の最初の王となった。多分、各巨星とあえの二世を生んだことであろう。それで慶竜、鳥林、白馬の章があるが、鶏が西側に属するからである。ある時書店の仙女たちに、ラウス物を折らせ、黄色に染めて朝服を作り、彼女の夫に送った。 国の人がこのことによって初めてその神言を知った。在位61年にして、紀元4年3月に死去し、三朝に葬られたという。三国一によれば、各巨星が死んで昇天して7日後に、遺体が地に落ちてバラバラになった。国人がこれを集めて葬ろうとしたが、大に阻まれたのでバラバラとなった個体をそれぞれに、葬って5つの三朝とした。 そのために王領を見ささぎという。赤は、方と同音で白木語の光明の意、巨与は、吉史と同音として、光明王の意味とする説、赤は、新刊の語で、久子の意味とする説、赤いと、日本語の彦や穂子との関係を見る説等がある。三国維持の指定する訓によれば、用の字は、ないと読み、各虚勢は世の中を照らす意味という。三国維持によれば、 生まれ出た卵が、ヒサゴのような大きさだったため、新刊の語で子でヒサゴを意味する、バクを生としたという。そのため、同時期に、シラギの最小を務め、ヒサゴを腰にぶら下げて、海を渡ってきたことから古行と称された和人と、同定する、またはその同族とする説がある。また、各巨星の名の騒音、赤い、または赤が同音であるためそのまま、僕になったとも考えられている。 古素漢は、新漢語で王もしくは貴人を意味する称号と記されているが、高句麗の漢意名の個数化を白木語に移したものとも考えられている。現代で、牧性を持つ一族のうち最大の規模を持つ三つ牧師は各巨星の子孫を名乗っている。牧一族は、創始解明により従来の姓に加え夫婦共通で、ある種を創設するよう求められた際、 各巨星が白木国を建国したことと、スタイという意に近い場所で生まれたという古字から、荒井という詩を使用することを好んだ。他に、法の字を分解した木下聖を名乗ることも多い。そのために本人で名字が荒井、または木下という人は、韓国、朝鮮籍または韓国、朝鮮系の帰化者であるという話が広まったが、 新井や木下という名字自体は日本に古くから存在しているため、新井姓や木下姓がイコール通名というわけではない。ただ通名である場合本性は方であることが多い。金総運、三冠昔語り古朝鮮のどれを指すかは未称で、あるが、自国を朝鮮と呼称するのは13世紀からと見られ、岸朝鮮を指すものと考えられている。このため朝としと呼ばれた。 古素関東道語の音社、三国維持のこの箇所には、今属君坂井運除罰、も、このゆえなり、という文中がある。除罰は、首都近上付近を指している。ちなみに、ととは、無関係である。現代日本音では白だが、古い音は、白のべ音株2011、P92、P93、野村新一2001、P3 韓国民族文化大百科事典。 国語国文学資料辞書、金を思う訳中、漢訳三国維持、明石書店、1997年、P385P386、ISBN978 から47億5030万9927、西川県は各巨星は、和人の孤高と同一人物であり、日本語の、ホコニーと介して、山陰か北九州かどこか、 日本海沿岸の豪族だったと推測した。これに対し、鈴木定一は、日本の彦座王が田島からと関して各巨星と呼ばれたとした。ただし、内を、星という別の文字の誤者として、与と、同音と見る説もある。金孫雲、三冠昔語り牧師という生は六世紀から使われたものであるが、大林多良は、各巨星の出現は、神話の三機能体系のうち、 第二機能に関連する神話であるとし、浜名極光は、宝と白が類音であり、白、または銀を、シンボルカラー、馬をトーテムとする部族だったと推測している。武田幸を朝鮮諸国の古代国家形成、ウリールム、民族名を取り戻す、開海法第4号一部改編。ありがとうございます。